皆さんこんにちは。デジマクッキングのチョウです。今日は簡易版サンラーフの作り方を紹介します。ご家庭にある調味料を使ってパパッと作れます。まずはニンニク4かけを用意してスライスに切ってからみじん切りにしておいてください。切り終わったらニンニクをお椀に入れて、そして細引き唐辛子を大さじ2、塩小さじ1、白胡椒小さじ1/5、五香粉小さじ1/4と煎りごま大さじ1を入れてからよく混ぜ合わせてください。万能ネギとパクチーをあらかじめ切っておいてください。チンゲン菜を洗って根元を切り落としてからバラバラにしてください。次はお好みでピーナッツの塩炒めを用意してください。以前作り方の動画をアップしました。よろしければご参考ください。ピーナッツを炒めた後の油と花椒油を強火で煙が出てくるまで加熱してください。油の温度が少し下がったら、先ほどの調味料のお椀に3、4回に分けてかけてください。入れた後ですぐスプーンで混ぜ合わせてください。その後黒酢大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ1を加えてよく混ぜ合わせたら、簡易版の自家製ラー油の完成です。鍋のお湯を沸騰させて、さつまいも春雨を入れてパッケージに記載されている時間で茹でてください。出来上がり1分前にチンゲン菜を加えて一緒に茹でていきましょう。出来上がったらザルにあげて水気を切っておいてください。お椀にラー油入れて春雨を茹でた後のお湯も入れたらスープの完成です。この2つの分量はお好みで調整してください。さつまいも春雨をスープに入れて、チンゲン菜を周りに飾ってください。最後にピーナッツ、万能ネギとパクチーを添えて、ラー油かけたら出来上がりです。お召し上がり直前に醤油や黒酢などで味付けたら、さらに美味しくなります。お家で作れる簡易版のサンラーフは、使ってる調味料がすべてスーパーで見つけるものです。ビリビリとしびれるちょうど良いアクセントとなったことで、食欲を刺激して箸が進みます。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。